どうも、ティラミスです。本日はね、塗りがめちゃくちゃ強いエグスプロージョンでヒルを取りまくるっていう立ち回りをやって世界をね、崩壊させようと思ってます。まあ、エグスって塗りが強いのはもちろんなんですけど、塗りが強い武器の割にはヒルができる方だと思うんですよ。例えば若葉でヒル狙うとかってさすがに地雷だと思うんですよ、それは。ただエグスって結構メインが強いんで全然キル狙えるっていう。だから塗りが強い武器でキル取っちゃったら終わりだよねという気持ちで、今日はこうやってね、塗りつつもガンガンキル取る、もうキルプロッシャーって呼んでほしい。今日だけはもうこんな感じでドヤ顔で、うちの編成全然いないんですけど、僕はね、頑張って前張ろうかなという感じ。編成、なかなか事故ってるな。よし、これ持ってったのは、でかい。これ前線武器みたいだね、今のところ。今のキャンプなんだ。曲者うまいな。スクイクにやられたと思ったんだけど。カバー行きたい。ナイス。で、今回ね、ギアもゾンビなんで、気持ちよく前に行ける。エクスとゾンビって結構相性いいと思うんで、打開とかで前出るっていうことが多いんで、ジェッカスとかだとハイパープレッサー打つでいいんですけど、イカスフィア武器だからどうしてもこういう時にキル狙わないと打開がねできないんで、ゾンビと相性がいいっていう、リスクを犯す行動が多い。 OK、 当てたけど、これ味方みんな引いてるから戻りたい。待って、ポイズンやめて。危ねえ、今捕まったら本当にボコボコにされてるとこだった。一人でスピア吐いてもやられること結構多いんで、 X。 OK、 こっちの編成ボムが1枚しかないからキャンプが刺さってるな。やれる、やれると思ったけど、ダイナモの人がヒル狙ってるから。 OK、 危ねえ、今ヒル狙いに行かなくてよかった。キル取れたとしてもエリア濡れてないとかありそうだったよね。やれろ。うわ、むしろ、ごめん、いい感じに事故っちゃった。こっち前出る人全然いないのがきついな。ただそれを補うためのゾンビエクスプロッシャー、みんなこの試合見届けてほしい。前線 X をこれ勝てたらさ、すごくない？痛い。心が。ナイス。キャンプがマジできついな。カウントが止めてえな。これ、引かせてるから、今のうちに塗り切りたい。OK。一回塗って。やばいな、それは。うわー、ウォールマリア。絶望感やばい。X がさ、グーだとしたら、パーなんだよな。キャンピングセルター。絶対勝てない。開かれちゃったらもう何もできん。ナイス。これ圧かけるか。圧かけて濡らせない。相手に圧をかけて濡らせない。塗るのではなく。キャンプ抜けてる。誰か来てほしいな。やばい、溜まってるし、あんこが。マジで、X 使ってるとキャンプが強すぎてやばい。最強武器に見えてしまう。普段シールド使ってると、ここまできつくないんだけどな。スピア終わりにちょうど、うわー、今被せたのに。勝ちてえな、この試合。勝てそうなんだけど、いや、キャンプ倒せば勝てる。この子が、頑張りすぎなんだよね。本当に、強い。倒したらでかい。うわ、強い。ああなっちゃったらちょっと無理だから、前見る。オッケー、俺細いから当たらないんですよ、弾が。いける、いける、オッケー、濡れるんだ、この武器は。ここ前張らせてほしいな、めちゃくちゃ。後ろ頼む。イカスピア溜まってるから。オッケー、オッケー。安定卓で前に出れるのがいい。イカスフィア、使いやすい。
よし、なんとかリード。残り12秒でやっとリード。頼む、負けたくねえ。デスしたらちょっときついかも。キルしたらめっちゃでかいけど、ナイスナイスナイス。任せやろ。これ塗りモード入ります。塗りモード入ります。キル狙いません。いけるいける。相手やられてるから、この圧倒的な塗り。塗り塗り、キルだけど、塗り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 。よーい。味方サイを生存してくれたの、ナイスすぎる。うわ、怖かった。エグスも強かった。ゾンビエグス、いいわ。イカスビア溜まったら、完全に前線武器っていう感じで立ち回れる。溜まるまでは、逆に、そんな前線いかなくて、いい気がする。ガンガゼのガチエリア、パワーは2440と、今ココア飲みながらやってるんですけど、非常に、温まるのでおすすめ。最近動画で、お茶飲みすぎて血の色緑っていう話したと思うんですけど、今ね、茶色色ですね。ココアマジで、1日2杯は飲んでる。体にいいものが飲みたくて、それでお茶飲んでたんで、だったら牛乳も体にいいし、ココアうまいから、もうココアでいいじゃんっていう。やばい。みんないないって。たまれ。でもこれ終わり。ボコボコにされそう。やお。ラグくね、さすがに。なんか相手をクワッと、スライドの挙動、おかしくない？ちょっと気をつけよう。あれは、ラグいと思う。射程とか、若干長くなってそう。ナイス、味方のキルでかっ。前、いなそうだし。前が忙しそう。カバーに行きたい。味方が打ち合ってたら、速攻カバーしてあげたいね、X。X 遠くからでも、敵削るみたいな動きができるから、味方の位置常に見て、カバー意識、ずっと持つみたいな。やれそう。オッケー。つえー。守りたい。よしよしよし。X、90ダメ当てたらめっちゃ気持ちいいし、キル速やばいな。2発で倒したら結構早いよね。裏にクワッとめっちゃいそう。いるって絶対。あ、いないわ。正面にいるわ。恥ずかしいんだけど、動画悲しいにしようかな。今絶対いると思った、右に。まあまあ、警戒するに越したことはね、ないので。やっぱり用心は大事だよね。どう？気持ちいい、これ。ほら、気持ちいい、これ。これ、やれるぞ。多分、地形的に。はい。はい。ういえ。転校としするか、これ。上に投げて、下に投げて、はい、この同時爆破。ありがとうございます。いつものガチャグラ、パワーは2470と、ギャグラにね、ルールが変わってしまったので、ロングブラスター使います。これはね、皆さん、お許しください。ギャグラの X、個人的にすごい自信がなくて、ギャグラ上、X で倒しにくいから、もうこの、矢倉で一番強いんじゃないかっていう最近説が出てる、ロングブラスター。ロング、矢倉、ガチで最強な気がする。というのが、やめて！行くと見せかけて逆に攻める。メインで矢倉止めやすいし、吸盤でも矢倉止めれるし、まあ、雨でも矢倉止めれるって、止めれるってって今なんか、言葉変なのになっちゃったけど、ヤグラにマジで適してる。最近クイボの方のネクロも流行ってると思うんですけど、中盤のがヤグラは止めやすいから、ヤグラのロング無印が熱い。いつかこの武器で3000とか出る気がする。それぐらい強いと思ってる。これ味方のとこやばそうだな。オッケー。味方が今ヘイト集めてくれたから、しっかりカバーしてあげて。これ、来そう。二人もいるから。危ねえ。アーマーついてたから、絶対、やられてたな、逃げなかったら。で、結構ね、丁寧な立ち回りしてます。ギア乗せとくんですけど、ゾンビ積んでません。ゾンビでゴリゴリ前出るのも、強いとは思うんですけど、
ちょっと無双したいなと思って。こういうギアのがね、無双はしやすいと思うんで、もうひたすら来た敵爆風で縛いて、縛いて縛いて勝とうかなみたいな。こんな感じで。この試合とか直撃全然当ててないけど、ラピッドとかロングって直撃当てなくても、爆風で結構ヒル取れる。めっちゃ噛む。取れるんだよな、思ってるよりも。カウント49か。ちょっと左頑張ってほしいな。右、いや、挟むか、これ。これ結構状況変わるんじゃない?ここいるだけで相手って警戒しないといけないから、俺のことを。ナイスナイス、オールダウン。ノックアウトしたい。やる!俺とバトル!いや、これ時間稼げばいいな。え、それ偉い、相手。来るしかないでしょ。オッケー。相手オニールの人対面じゃなくてちゃんと矢倉見に行ったの偉かったな。あそこで俺のこと倒したとしても、そしたらリールが矢倉行けなくなるから、相手の人ちゃんと考えてたわ。まあ、それはみんな考えてるんだけど、より考えてました。アジフライのガチアグラ、パワーは2390と、ここでね、皆さんに一つ聞きたいことがありまして、というのが、最近ソードアートオンラインっていうアニメの映画を見たんですよ。で、もう一回見に行こうと思うんだけど、映画って二つない?あの、XP みたいなない?なんとかかんとか XP みたいな。なんかそれにすると、音がめっちゃ良くなるみたいな。立体的になるみたいな聞いたんですけど、それ一回見たことがなくて、それってどんな感じなのかなっていう。見たことがね、ある人はコメントね、お願いします。一回目普通ので見たから、二回目はね、違うやつで見ようかな、みたいな。アニメの話とか普段動画でしないんですけど、もうだいぶね、もうアニメは好き。もう中学生ぐらいから、結構ね、アニメ三昧だった日々が。なんかリアルタイムで、東京グールとか、ソードアートオンラインとか、そこら辺の見てたね。エンジェルビーツとか。まあ、というね、まあ、話は置いといて、まあ、話もしたいけど、やっぱ話しすぎるとさ、やっぱスプラトゥーンの動画だからね、これは。まあ、アニメが好きだよっていう、お話。やだ、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 危ねえ。お風呂の玉目に見えるから怖いわ、逆に。刺さるんじゃね?さっき俺がさ、聞いたじゃん、一回。だから相手は、もう来ないやろうって多分思ってたと思う。今のは。気持ちよすぎるな、今のは。目つぶっちゃったわ。気持ちよすぎて。ロングラスト、やっぱ直撃、爆風も楽しいけど、直撃当てたらそれが、やっぱ、結局一番気持ちいいんだよな。危ね。ナイス。これノックアウト。行ったっしょ。もうこうなっちゃったら止めれないよね、誰もロングは。ナイスー。ロング強い、やっぱりヤグラー。